はい、どうも皆さん、こんにちは。坂東市からやってまいりました、まさかのよさこい響きと申します。本日のテーマは影武者。平野正門公には7人の影武者がいたという伝説があります。そして正門公の愛した貴重影武者と貴重二人、その運命がいかに。それではご覧いただきます。踊り子レイ。まさかのよさこい響き、影武者。花の色かきより、甘くより知れば身も心も委ねた貴重。